はい、どうも、上田誠でございます。J1 再開、おめでとうございます。そして FC 東京も、まあ、次んじゃねえかとされてる、まあ、J2 から上がってきたばっかの柏レイソル相手に、ね、アウェーで、1-0 勝利ということで、そちらもおめでとうございます。まあ、いろんな感想あるよね。まずやっぱりそもそも、無観客試合で自分が見に行けなかったこと。まあ、自分だけじゃなくて、まあ、みんな見に行けなかったわけですが、やっぱり試合は常に、もう25年、26年、27年、ずっと会場で見てるのが当たり前になってたんでね、テレビで見るっていう経験がなかったので、もうすごくケツがむずがゆいっていうか、感覚で試合を見ていました。そしてまあ試合はちゃんと1-0で勝てたわけですが、まあゴールね、相手が一人退場してすぐに1点取って、今までの東京だったら10人相手に東京がちゃんと攻めあぐねてちゃんと勝てなかったりするのが東京だったのに、成長だよね。ケンタソンになってから当たり前のことが当たり前に起こるっていう。そしてゴールを決めたのがまあ強し、まあオリンピックなんつのもあるし、ちゃんとオルンガなんかも抑えたりとかしてて、あの日の活躍見たら取るべき人が取った。でもその前の森毛のヘディングも強かった。だけどじゃあ俺は今ここで何が言いたいかってことですよ。あれ田川がゴール決めた方が乗ったんじゃねえかなっていう気がするんだよね。やっぱフォワードが点取ることの大事さだとか、ディエゴがちょっと怪我をしてしまったことだとか、田川お前ちょっとお前が決めろ。まあ、強しが決めたのは当然嬉しいんだけどね。あと、ディエゴといえば、ディエゴは怪我しました。でも怪我したって言うけど、意外とそんなに重い怪我なんじゃないかなとは勝手に思ってます。なぜならば試合終わった後なんか普通に歩いてるようなところを目撃した人がいっぱいいたりだとか、怪我した後もクリスチャーノと喋ってたよなんていう話も聞いてるんで。そしてなんか、林かなんかのインスタだか、ツイッターだかなんか知らないけど、大丈夫だって言ってるコメントも載ってたなんていうのもいろんな人が言ってたんでね、大丈夫なのではないでしょうか。しかし過密日程なので、今はフロンターレ戦、川崎戦は無理しなくてもいいんじゃないかななんて思っております。それとそれと、この無観客試合になっていつも試合前の円陣の前に記念撮影撮るじゃん。あれっていつも2列になって片肘、膝を折って座ってる前列の人と後ろでみたいな、いつも2列なのが今回はなんか横にパッと並んで写真出るかな。そう、こんな感じ。すげえいい感じの写真あったけどさ、なんかさ、あれはあれで滅多にないことで新鮮で、すげえ悪くねえなと思ったんだけど、あれが続いちゃうっていうことはコロナが続いちゃう、収束してないってことなんで、あれがレアケースになってもらうように早く収束に向かってくれると嬉しいかなと思ってます。次はホームの川崎戦ですね。まあ無観客試合なわけですが、皆さんスタジアムには行かないように。やっぱり今ファンとして何ができるかって言ったら、何ができることを考えるのもそうだけど、何もしないで迷惑にならないっていうのもすごく大事なことだと思うし、なんか俺なんか、あ、みんなで盛り上げてこうぜなんて言いそうなタイプに見えるかもしれないけど、今はそっちじゃないかなと。アウェーの試合から始まるわけでしょ、5戦に。マリノス戦。その時東京ファンなのに、ユニフォーム着なかったから行っちゃいましたとかいうやつが言って、あいつ行ってたよとかまた、ぐちゃっとしたりだとか。で、今度は5戦に入れるようになったホームゲームの時に、相手のチームのファンが来てどうだとか、楽しくない話題がいっぱいになるのが、なんかサッカー界にとっても楽しくないから、やることは守りませんかっていう感じで。まあ今度の川崎戦、自分たちが力にどこまでなれるかって言ったら、思いを伝えることしかできないかもしれないけど、ね、選手には自力で、結果残して勝ってきて、いい結果を報告していただきたいと思ってます。ということでね、何もできなくてすごく悔しい思いもしてますが、こんな時も耐えてみんなで乗り切りましょう。今2連勝です。次の試合も勝ちたいですね。ということで、上田誠君でした。どうもありがとうございました。